麻生太郎、国会で共産党論破、清水正。本日、共産党の清水さんの質疑に対して、麻生副総理兼財務大臣が国会にて次のような発言をいたしました。岸田総理がですね、昨年9月2日の自民党総裁選挙の出馬表明の会見でこう述べられました。地方の銀行について将来的には数が多すぎるのではないか。率直にですね、麻生太郎金融担当大臣も同じ認識でしょうか。よろしくお願いします。麻生大臣、これ1回しか言ってないよね。間違いないでしょ。それ1回だけだよね。あ、その後何回も言われたわけではない。あなたの話を聞いてしょっちゅう言ってるように聞こえるけど、1回だけですよね。間違いないですね、うん、危ないからね。あなたの質問は後は山ほど引っ掛けられるんだよね。一回しか言っておられないと、色を大前提してもらいましょう。あの、金融機関の数の話ですけれども、今何個あるかご存知、今何個あるかご存知ですか、清水さん。今何個あるかご存知？ねえ。あ、答えられないぐらいの知識？これ結構あるんですよ。間違いなく。ねえ、103個あるんですから。地銀と地銀と。でも102個じゃないかと。ね、実際はもう一つありますから、そこには入れて103個あるんですよ。結構あるやあるんです。という大前提のもとで話をしていただかないと、あの、数も知らなくちゃ話になりませんから、そういった意味では私どもとしては、こういった中では今のまんまの状況でいけば人口が減っていくんですから、それはこの銀行は今のまんまの経営だったら持ちませんね。それは私はそう思います。したがって、いろんな形でやりやすいように、さえていくように、ことができるようにいろんなことを考えていったのが今回のものであって、私どもはそういった中にあって経営統合っていうのも一つの選択肢であるとは思いますよ。だけど多い少ないというのは、これ経営者がきちんと自由競争してますと。我々はあの共産主義と違って自由競争をやってるんで、ここ従いまして私どもとしては数が多いか少ないか、それは少なくとも経営者が判断として結果としてそうなってくるということだと思いますが、今のままの状況のまんまで続けていけば経営は厳しくなります。このようになっておりまして、銀行再編などに関連して清水さんが、まあ、なんというか印象操作を行おうとしたため、麻生大臣がまあ様々な形で反論をなされ、清水さん反論する気力もなくなっておられましたけども、まあこういった共産党の皆様、まあもともと国内外において多くの人命を奪い、人様を傷つけてきたテロ集団でございますが、まあ日本においては民主主義最優先ということで、そのような非常に危険な共産党も共産主義もほとんど規制されず、そのまま残ってしまっております。まあ、事実上、政府が監視をしているだけで、野放しになってしまっておりますが、まあ、こういった共産党、本日の共産党の構成員の質疑を見ていただければ、お分かりいただけると思いますけども、まあ、結局のところ、国会においても国民のために働いているわけではなく、民主主義の破壊のために、工作活動を行っているだけでございますので、皆様、共産党には、共産党の候補者には、絶対に投票しないように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。